ただいま説明があったようにチーム力がさらに、進化しさらにまた強化されております。で、今回今発表なかったんですが、この次からはキャンピングカーを現地で調達して、同行してくれるそうです。それで、私はダカールに参加して35年になるんですけども、初めてテント生活から、キャンピングカーに乗ることができました。で、その今までテントで生活しているのはですね、そこら辺で多摩川あたりでいるそのホームレスの人以上に、テントで生活してましたんで、今度は寝れるかどうかちゃんとまたテントで入っちゃうかもしれませんけども、キャンピングカーを用意していただいたということでさらに強化されております。で、日野さんが参加されて27年目になりますけども、ご覧のように人数も非常に多くなりまして、最低の時は今回僕のナビを務めてくれる、羽村君なんですが、最低の時は2人だけで、たった2人だけで、サービスなしで、9月1日にパリを出て、それでモスクワを通り北京に29日にゴールしました。それはたった2人だけでの挑戦です。それから比べると今はもう夢のようなチームになっております。で、10年ほど前から販売会社のメカさんを、に応募いただいて4人に絞らせていただいて、それで同行していただいて手伝ってもらっております。で、今年の反社さんは反社メカさんは、7月に、シルクウェイラリーっていうのがありまして、モスクワを通って、それからカザフスタンを通って西安にゴールするというラリーがありました。でそれとその後に、それは2号車のテル人が乗ったんですけども、1号車の僕が乗ったのが8月に、モンゴルラリーっていうモンゴルだけでのラリーがありまして、それは3000キロを走るラリーなんですけども、それにもメカさんが来ていただいてサービスしていただいております。で、私はいつも言ってるんですけども、ダカールは人生の学校だと思っております。で特にその日本は事なかれ主義の世界だと僕は感じております。でこのラリーに挑戦するということは、言葉や環境が変わる場所へ出向くわけで、それは難題が次から次とっていきます。でそれらを一つ一つクリアすることでその人の人間力が向上します。先日今回の反社さんと野目下さん4人と食事をする機会があって、感想を聞きましたら、シルクウェイラリーでは余裕がなかったので、あまり様子を見れなかったけど、モンゴルラリーではちょっと余裕が出てきたので、外国から見た日本の良さ悪さなどが話題になりました。で私がいつも思ってるのは、メカさんはネジを締めたり緩めたりするということも大切ですが、ラリーを経験することによって人間力を高めることがこのラリーをやってることの一番大切な意義のあることだと思っております。新しいチーム員が次のラリーを通じてさらに人間力を高めてまいりますので、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。